チャイコフスキー、ストラヴィンスキーと聞いていただきましたが、ボロディン弦楽四重奏団の演奏会、最後の曲目はベートーベンの弦楽四重奏曲からヘ長調作品59-1、いわゆるラズモフスキー第1です。この3曲のラズモフスキー四重奏曲、これはご存知のように1806年の作品で、交響曲第4番とかバイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲第4番と同じ年ですね。そのうちの第1番、これは3曲の中では一番雄大な構成を持っておりますのと、それから全楽章がソナタ形式でできているというのが特色かと思います。またご存知のように第4楽章にロシアの主題と言われております主題を第1主題に持つ、そんな曲ですね。でこのプログラムを考えてみますと、ストラヴィンスキーはちょっと調整が不安定ですから申し上げられませんけれども、最初のチャイコフスキーの2番がヘ長調、してこのベートーベンがヘ長調ということで、ヘ長調で組んであるということと、それからいずれもロシア的なものを中心にしていると、そんな点で一つの統一が取れているかなと、そんなふうに思います。それはともかくといたしまして、それではボロディン弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲ヘ長調作品59-1を聴いていただきます。
Thank you.
Thank you.
ベートーベンの弦楽四重奏曲ヘ長調作品59-1、ボロディン弦楽四重奏団の演奏でした。今のベートーベンの演奏ですけれども、最初から音楽の流れに非常によく乗った見事な演奏だったように思います。久々にこの曲のスカッとした演奏を聞いた思いがいたしました。さて今夜のクラシック